ブラックね、いいよね、ブラック。いや、めちゃめちゃいい、すごい好きですね、今回のこのアレンジも。うん、こだわりがやっぱね。なんか制作こ,こだわりポイントみたいな。なるント。話すでもあの、まあ、キックとベースのバランスもね、やっぱりあの、うんいつも、いつも通りこだわってますけど、やっぱ今回結構コーラスをこだわって作って、あの、 イントロとアウトロとね、あのコーラスのメロディーと歌詞は、うん、あの、泉ちゃんは作ってくれたじゃないですか。うん、そうですね。あれあっ,てあってよかったなっていうね。あれがあるだけ全然違うっていうね。う結構ブラックは結構今までの中で一番いいよね。うん。お気に入り、お気に入りだよね。お気に入り、お気に入り、いい感じ、うん。どんなシチュエーションで聞きたいですかブラックは。どういう 聞きたいですかおわ私が聞くとしたらなんかあのできるだけいい環境いいスピーカーがあったら一回ちょっとかけてもらっていいですかみたいな <laughs> そんじゃない <laughs> 多分どういう感じの音楽なんですかっていうことだなんかみんなにどんなかと時に聴いてもらいたいかっていうのが、はい、なんかむしろみんな聞聴きたいと思った時に聴いてほしいなっていうのが一番なんですけどあーなんかちょっと疲れちゃったとかね 対人関係に疲れちゃったとか <laughs> この恋人ともやっていけないかもとか <laughs> それでもやっぱり好きとかね <laughs> なんかいろんな感情が動いた時にこれを聞いて、うん、あの何て言うか、うん、いつもそうなんですか私の中では音楽っていうのはすごい癒しだからね、うん、あのこの曲を聴いて、うん、少しでもなんかこう前向きにね作用してくれたらいいなってみんなのいろんな場面でねそういうふうに思って私は作ってるんですけれどもい。 前向きになれる曲多分そういうことだよね多分ブラックな状環境でも頑張っていきますっていうことですかそうそうですねなんかあのまあ後ろ向きに前進してる感じなんですけど後ろ向きああなるほど、ね、<laughs> いつもと強い時は後ろ後ろ向いて後ろ向いて前に進んでいきましょうってこと <laughs> 私の場合はねでもどうなんだろうあの一応インなんだろうあなたぶんこうリトレースは 売,る売ろうと思ってねやってるわけじゃないと思うんだけど、うん、多分メインコンセプトはまあなんか自分が思うねいい音楽を作っていきましょうっていうことだと思うんですけどビットレースはね、はい、でもじゃあ一般的にブラックまあブラックってなんかブラックな環境とか、うん、そういうのに立ち向かっていこうみたいなコンセプトだと思うんですけどうん、うん、それって今 求められてるのかな今の世代にん <laughs> どうなんでしょう今の10代がどんなことを考えてるのかに <laughs> 本当にわからない。ねえちょっと俺らは多分その辛いものに立ち向かっていこうっていうねもう辛いのは当たり前で、うん、なんかそれに立ち向かっていくエネルギーが欲しいって思ってるのが多分。 当たり前だと思うし、うん、多分僕の音楽もそうなんですよね多分ね僕の音楽のコンセプトもそうなんで今回のブラックみたいな感じでなんかまあベースは辛いんだけどまあ頑張って立ち向かっていきましょうよっていうことなんだ多分そうだよねブラックもそうだよねうんうんそうそうそう,そうでもそれがじゃあ果たして今の人たちが本当に そんなこと思ってんのかっってむ難しいよねかな,なんかうわつらいなでも頑張んなきゃみたいなエネルギーこうやって明日からも頑張っていこうっていう感じなのかそれともななんかいやもうまあいいじゃんみたいな <laughs> 流れに身を任していこうよ <laughs> みたいに思ってんのかどうなんでしょうねなんかこうなんでしょう30代の我々が、うん、必死に。 作ったものを、うん、あの必死にこう聴いてくださいって言って歌ったり演奏したりしてるのを見て10代の人が何を感じるのか逆に聞きたいなみたいなとこありますねうんそうね将来がこう不安不安な将来がこんな大人もいるなら俺もやりたいことやってみようかないつ死ぬかわからんしぐらいに思ってくれたらいいなというかうんそうね確かになんかさ <laughs> そんな感じ <laughs> そのかその感覚がすごい俺らの世代な気,か気はしないでもない <laughs> <laughs> 何を思うか知りたいん、ね、うん、そんなこと考えてないかもしれないですね。難しいですね。あれでもなんか頭の片隅ぐらいにあったらいいなっていうね。うん、いたねそんな人みたいな。うん 今こんな,こんな年になったんだみたいな今60歳でもまだ音楽やってんだってこの人みたいな <laughs> そういう人たちが大人になった時にね、うん、今,10今10歳だったらさ20年後に30歳でしょ、うん、私が64歳になった時にまだやってんだみたいな、うん、なんかそれで30歳になったその人の背中を押せたらいいなとかねんかもうそんな感じですけどはい 後から気づくとかねそうそうそう何、うん、か,か今は今は分かんなくてもね、うん、なんとなく10代の頃の思い出とかなんか残っ,て残ってたりしますか10代の頃に、ね、んか思い出とかありますか泉ちゃんはんあの時のあの言葉が今ももしかしたら僕の人生に作用しているかもしれないみたいな,なんかそんな, <laughs> そんな思い出が、まあ、あるんでしょうけど <laughs> <laughs> 何にも出てこないですね <laughs> フフフフ。ないか。あるんですよ、あるんね。私はね、あんのよ。あの、中学校の時の美術の先生が言った言葉が私は結構残ってて。はい。あの、スケッチ大会ってあるじゃないですか。なですかスケッチ大会ってなんか、ほら、絵画大,大会なかった。スケッチ大会ってあるじゃないですかって。初めて言われたな。 その単語を初めて言われた。初めてぶつけられた。<笑><笑>え、やったことないスケッチ大会 <laughs> スケッチ大会っていうものがまず、ねえ、なんか。<laughs> で、なんかそれで、その時にね、まあ、まあ、その時に先生が言ったんで、美術の先生が、うん、私はねあの見、見えたそのままを書いたんです。左側に木があって。うん こっちにあの若干のねこう山が見えてこ,ここは公園でこんな芝生があってブランコがあってみたいなその画角を選んで書いたんですけど先生がパッて歩いてきてねあのこわ私の下書きをそのそれを見てねあのさあってここにさあってこっちの右側にもさ木があった方がバランスがいいと思わないって聞いてきたんですよだから私はあのー いやここに木なかったんですって木生えてなかったから、うんはい、書いてないんですよって言ったらその先生があの、うん、アートっていうのはねってあ,のあったそのままを写すだけじゃないんだよってここに木があったらいいのになと思ったら木を足していいのがアートだよってそのぐらいまあ自由なものなんだよみたいなこと言ってくれたんですよ。うんで それが私の今の人生に生きているというかそうこうじゃないといけないみたいな見たそのままで全部真実じゃないとい例えば歌詞を書く時に、ね、自分が経験したことしか書いちゃいけないのかってうそうじゃないかなってこうだったらいいのになって。うん うん、なんかあのあんまり恋愛とかうまくいってない人生だけどじゃあうまくいかない曲しか書いちゃいけないかってそうじゃない <laughs> たまには楽しい恋愛の曲も書いてもいいんじゃないかなみたいな <laughs> 私がおこうだったらいいのになって想像のお話を書いても別にいいんじゃないかなみたいなふうに思えたというか、うん、なんかそういうのが今に生きてる話なんですけどねなんかそういうの泉角もあるかなみたいな。うん 全然ないっすね。カイでした。すいません。自分の身に振りかかってないことでも、自分がそう、どういう顔してんのそれ。ななんのクッキングパパかなすいません。まあ、だからそうよね。結構、アナちゃん、僕は僕はもう知ってますけど、長いことね。あの、結構。 黒歴史知ってますけど、すべて。<laughs> あのー、やっぱそのまま、そのままを出すタイプですよね。まあ、他かの人がどうなのかわかんないですけども。そうですよね。そのまま。でも、うん、私的には脚色したり、オブラートに包んだり、違う例え話にしたりしてるんだけどね。いや、でももう、もう本当にそのまんまあるって感じだよね。<laughs> <laughs> 恋する女性はみんなメーヘラ、うらやましいのかも。<laughs> このメンヘラはあれですよ。恋する女性はみんなメンズにヘラヘラの、えー、略ですからね。<laughs> 男の人が来たらヘラヘラするんだ。<laughs> 恋する女性はみんなメンズにヘラヘラ。で、そのメンズはその女の子をチヤホヤしてってことですよね。うウ,ウーチヤですよ。私たちはね。私たちの場合はウーチヤ。何ウーマンをチ,チヤホヤの略。<laughs> メンヘラじゃなくてウーチアそうウーチアですね。もうメンヘラ対ウーチアの戦い <laughs> ウーチアの勝利みたいな感じです。あ、ゼロ時になりましたリリースありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげでこうして無事にリリースすることができました。せめて、せめてく玉の絵文字を。ありがとうございます。 僕らが大事にしてるところを大事に聞いてる人もまだまだあるからね、そういう文化圏うんうん、我々がこ,こだわってるところを評価してくれるところを聞いてる人っていうのは多分まだまだいるから。はい。まあまあ。不況活動頑張ります。うん不を買わないようにね。不況<布教> <laughs> ありがとうございます。こ <laughs> こんんなな <laughs> とてるだそれでは。 ありがとうございました。皆様、ね。ありがとうございます。ね、本当にお付き合いいただきましたね。ありがとうございます。ではブラックをかけますね。いよ。<laughs> <music> あれアンナちゃんも入れたの?。あ、なんだ?。なんでもない。<laughs>